いいことで来たのよへ。いやマジでなんかフィリピンからカンボジアってマジ超普通だし。超普通？カンボジアに行きます。カンボヤ。あ、何カンボヤって？あ、カンボディア、ごめん、スペイン語。まあ、スペイン語カンボヤっていうの？そう、カンボヤって。カンボヤっていうの？まあ、いや、今回はいいよ。次の国選ぶときは、まあ、私また勝つ。いや、違うよ。だから、カンボジア終わったらカナダ。違う。また、またゲームやる。絶対タイとかそういうこと言うじゃん。なんか現実主義者。知ってんの？何？まあ、でも楽しいじゃん。楽しい。カナダ行けばな。カンボジア行けばな。行くからな。まあ、行くからいいじゃん。行くからな。だからカンボジア行けば満足でしょ？満足です。なんか次はウィスラ行こう、カナダ行こうっていうことでね。これ見て、でもぶっちゃけカンボジアも初めてだから。初めてよね。初めて、マジで初めてだから何も知らん。なんかベトナム語って聞いたことあるけど、カンボジア語って何？ほんと一言も知らない。知らない。俺結構いろんな言語の言葉知ってるじゃん。うん、カンボジア語もマジで知らない。なんか難しいらしい。読めないマジで読めない。旅行目的、ゲームで負けたから。目的だからゲームで負けたから俺は残念な感じで行くみたいな。ああ、税書けばいいじゃん。妻に従った。ああ、税書けばいいじゃん。かわいそうな旦那。まあいいや、もうめめしいから言わないもん。俺はもういいよ。みんなもうエンジョイ。オッケー、イエーイ、ナイス。いやもうじゃあマジ全力で楽しめ。とりあえずもうカンボジアマジ、あっそう、もう本当にね、全力で楽しむ。もう子供になる。どこにすればいいの？